裏白なカマドは、バラカ七カマド属の落葉低木。高山植物。樹高は1から3メートルになる。枝は、帯紫色で、若枝にも毛がない。養生の卓葉があり、花時にも残存する。葉は五生し、長さ10から20センチメートルの奇数上複葉で、端軸は普通無毛。少葉は9から13個付き、長楕円型で、長さ2から6センチメートル。 1> 幅1から2センチメートル、先端は二部頭、または A 頭、基部は頂き醤は、節型からドン型、側醤油は円形になり、円は上部に虚子があるが下部は全円になる。葉の両面は無毛で光沢がなく、裏面は粉白色になり、裏白色な中かの名がある。下記は6から8月。枝先に複酸合果女を直立させ、白色の花を多数つける。 額は広い坂月状で、額列片の長さ1から2ミリメートル。花弁は、長さ5から6ミリメートル、幅4から5ミリメートルになり、高等卵型から、ほぼ円形で平平開けし、5枚。有水は15から20個、花中は5個あり脂肪は、中部以下で5着する。柿は9から10月。果実は、梨状下で、長さ8から13ミリメートル。 幅7から10ミリメートルの高大円型になり、赤く熟し、果樹は直立する。果実に皮目はなく、普通上部に、学列片が内極して残る。種子は、長さ4から5ミリメートル、幅2ミリメートルの卵状大円型になる。果実は熟しても苦く、種子にアルカロイドが含まれ有毒。日本固有種で、北海道、本州の中部地方以北に分布し、 亜コ山帯から鉱山帯の低木林や林園に生育する。ありがとうございます。